諦めろ。え、なんで洗濯バサミは持ってるよ。じゃあいいじゃん、はい、姫様です、よろしくお願いします。ごめんね、マイクだし、ね、うんこじゃねえ。ごめんね。フリーダムでごめんなさい。ねえ、久しぶり、みんな、久しぶり。みんな、こうやって笑ってるのはなんでなんだろうね。すごい。みんな、不細工だから、そういうふうに笑わない方がいい。みんな、もっと素敵な笑顔が出るはずだから。そんな感じです。ごめんなさい、手間取らせちゃって。今日は、なんか女の子がいっぱい出るイベントだよって言われたんで、特別にそのような処置を取ってきたんですけど、入った途端になんか、大人しそうな男の人が二人でなんか、頑張ってらっしゃったので、あれって思ったんですけど、そうか。すべてを悟ったつもりで。やりますけど、みんなここに、もうだいぶ始まってるんですよ、ごめんなさいね。ぬかぬかしてて、うかうかしてちゃダメだぞ、ごめんなさい、スーパーローテンションで。なんで私がこんなにね、あれなのかというとね、ね、みんな拍手の練習をしようか、その前に。じゃあこうやって拍手、はい。何よみんな、拍手をしてくださいね、いいタイミングで。みんな常識が分かると思うから特に何も言わないけど、私たち姫様は1年ぐらい適当にやってきて、そんな日も来ないだろうと思ってたんですけど、すごく嬉しいことがありまして、CD ができたんですよ。なんで私喋んの？あ、大人。これがそうなんですけど、これも芸術のためだと思って、二人とも脱いだんで、よろしくお願いしますね。オナペッツみたいな感じ。古いよ。オナッターズか。小川夏実がいたやつ。え、違いましたっけ？違います？そうですよね。誰もわかんない。若いかこの会場は。そっか。うん、ごめんなさいね。そういうのは、CD を作ったので、かいいな、これ。でそれで連日作業でですね、作業で私があんまり寝てないわけですよ。なので非常に辛いのですね。うん、ごめんね、まだ全然歌う気はないんだけど、それでね、徹夜をすごいしてて、徹夜しててテレビとか見てて、なんかもうプリンターとかが壊れて、もう絶望に暮れてる時に、なんかもうポケーとしながら、なんかね、ゲイの米兵の人がすごい、ゲイをカミングアウトした途端に、それまですごい頑張ってたのに、すごい貢献してて、位もすごい高いのに、ゲイだ、俺はゲイだって言った瞬間に、首にさせられてすごい文句を言ってる番組を見てたら、ちょっと気持ち悪くなってきちゃってさ、別にゲイの方います？いません。うん、よかった。なんか寂しい気もするね。うん、ね、うんって言わないんじゃないの？なんで？いいじゃない。アイマズゲイとか。ガブちゃん。みんなガブちゃんのこと覚えてる？有森裕子の旦那。うん、忘れちゃダメだよ、ああいう人のこと、うん。一生懸命この瞬間も多分生きてるんだからさ。ね。ね。うん。全然関係ない人とか生きてるの？心象なの？ねえ、あ、家作る、あれ、大地安、お父さんは心配性の実写版でやってなかった？出てた、出てた。
もうみんなごめん観客とかも本当にね、うん、関係ないね。今柴田恭兵の真似したんだけど全然通じなかったと思う。ごめんねみんな、こういうのは嫌いか、うん、ごめんね、うん、みんな私に何を望んでるのかが全然伝わってこないんだよね歌ってほしいのか。違うみたい。あ、そうなんだ、帰れって。そっか。あ、じゃあ、出演者の話をします。今日のねえ、これだけ話して、この後の後ぐらいに A2 っていうバンドなんですけど、私昨日 A2 の夢を見たの、今思い出した。なんかコーヒーを4人で飲んでたのね、私と姫様と A2 で。でなんかうちら超アメリカンみたいなの飲んでて、薄ーとか言ってて、でなんか私コーヒー飲めないし、銘柄とか全然わかんないんだけど、なんか A2 はブルーマウンテンだとか言って、なんかやっぱ A2 は違うなっていう夢を見たのを今思い出したどうでもいいよそうだね、そういうわけでごめんなさい、しばらくでした、お返事は、うん、ニコニコされちゃった、うん、うん、そうだね、ごめんね。じゃあそういうわけで、姫様はじゃあ何をしてたかっていうと、何もしてないや、ごめん、何の話でもない、じゃあ歌を歌いましょう、イエーイ。この温度差、イエーイみんな偉いな、ちょっと偉いけど暗いぞダメ出しされたよ。私はダメ出しするよ、パンクスだもん、そりゃ、うん、パンクスだけど、さっきすごい大きい音にびっくりしちゃった。さっきクラッカー鳴らされしてたでしょ、びっくりしたもん、私一人で、あ、びっくりしたとか言ってさ、なんかさ、小学校の時にさ、次の、国語の時間は体育にしますって言ったら、えって一人で言っちゃった時みたいな恥ずかしさがあったよね。なんかみんな喜んでるのに一人で。なんかすごい運動音痴みたいじゃん。知ってるけどね。じゃあ、ありましたよ。ごめんね。何やんの?あ、じゃあ、その女性のための、女性のイベントに私が出るとき、私たちが出るときは、いつも歌うという、美人へのネタミソネミソングを歌います。うん。姫様は、だからそういう、キャンギャル?え?キャンギャルを、なるべく、貶める方向で生きていきたいので、腐った卵とかを投げたい感じなので、今モテ服とかがモテはやされてるらしいよ。何モテ服？なんかね、男の人にモテるための服なんだってね。みんな男の子みたいな、ね、うん、それみんな欲しいのかな、モテたくてね。モテたってどうする？いない。モテたってなんじゃん、この服のおかげでモテた、うん、ラピスラズリみたいなね、なんかこの石のおかげでモテました、こうやっておっぱい揉んだりとかして、あ、ね、見たねえ、そうだよね。でそれでさ、なんかその幸福の黄色いなんか財布みたいなので、これでなんか宝くじ当てましたとか言っててさ、なんかその人なんか 2,3 個出てるよねごめんみんなじゃあやろうか、うん、じゃあ皆さん、気持ち悪い、なんかネットアイドルコンサートばりにこうふーっていうの手を入れてくださいね、うん、そういうのは嫌いか、みんな、今日のみんなは嫌いか、好き浜田がいるよ、みんなこの会場に。浜田って何？浜田ってね、こうやってね、今流行ってんだよ、こうやってやることなんだよ。あ、そうなんだ、うん、で奉仕みたいに古着を着倒すことなんだよ、うん、コマンクバンダイは流行ってる、うん、流行ってる、絶対流行ってる、一人騙したぞさあ、じゃあやるの、じゃあうんこの歌、あ、そうだ、これオルガンじゃん、音はい、これピアノの音量ってどれですか、
そう一体感が生まれるから。間違えました。だーはい、みんながやるとドドイツみたい。長いまつげしてますね、綺麗な髪の色ですね、何かを思い起こします。なんかね、そのやつにね、いや聞いて、私すごい味噌汁を作ったんですよ。でそれを作ってすごい必死に作って、なんかガタッとかやっちゃって、なんか変な棚みたいなの倒して、あのキレイキレイってあるでしょ、あれが真っ逆さまに入ってったのね。キレイキレイが味噌汁の中に。私その前ですごい3時間ぐらい、3時間もしてないか、なんかずっとぼーっとしてた。それでもったいないなーって、なんかどうしたら食べられるだろうってずっと思いますので。綺麗綺麗だから、ね、はい。あ、すごいこれ知ってる。なんて言うんだっけこれ、なんとかさ、音さ。いや、バカにされた今。なんかそうだよ、44。これいくつ？40。あ、ごめんね、うん、こんな感じの姫様なんですけど、あのごめんなさい、いつも表情が違ってて。でこの前のライブとかはドアーズというところでやらせていただいたんですけど、それもまた女の子ばっかりが出るイベントであれだったんですよ。なんか変な顔して歌ってやろうと思って失敗したんですね。今もちょっと失敗してるけどね。何してたの？なんかグイグイ、あのこうやってずっとこうやって歌ってたんだけど、なんか最終的に桃子気持ち悪いみたいな話になってきて、観客がそれでなんか話をまとめてきたのね。桃子気持ち悪いってことになって、ちょっと反省したんだ。疲れてるんでしょ。うん。そりゃそうだよ、2時間ぐらいしか出ないもん。そんな中で歌えとは。まあはい、じゃあまた真面目なグループなんですよ、ごめんなさいね。やだ、そんなのやだ、グループサーズなんです。すごいやだ、うん、ちょっとごめんね、さっきのところがあんまりにもあれだったから触発された。うん、じゃあ3分分かった、うん、ごめんなさい。放送事故になっちゃうよ。嘘、ちょっと喋んなさいよ、じゃあ。で、それで2日目に徹夜してるときは、3チャンネルか、1チャンか、なんかで、
あのオタクの3人が初めて東京というか秋葉原に出てきて、東京ってこんななんだって言ってるのを見てましたけど、それはちょっと違うんじゃない。でなんかあの石田イラがなんかインタビュアーっていうか、それでなんかどんな子供の名前をつけたいですかって言ったら、なんかひなっていうのをつけたいって言って、うん、それは燃えるよねって言ってる番組をプリンターがガガガッとかなるのにおーって見てた。面白いよ深夜番組って。面白いんだね。やるよ。はい、ごめんなさい。じゃあ、いろんな姫様です3分7秒の世界を聞いてください。
今日やる曲は全部あのギティア、あのアルバムに入ってるんで、どんどんよろしくお願いします。よっしゃーさ、ね、潰しに行くのってこの間初めて使って、何すごい面白かったな。どういう場面で使うの？ニキビがとかそういうのを、うん、潰しに行くぞって。潰しに行くぞってすごい。どこに行くのだって。あっそう、大人のニキビ、アダルト、アダルトチルドね。受けたよ。受けた人に俺言って。はい、そんな感じで、あのしつこいようですけどよろしくお願いします。10曲入ってますよ。結構いいよ、結構いいよ。結構頑張って、あの音がいいよ、音がいいよっていうかね、すごい真面目な感じだよね。そうだね、そうなんだよ、こいつで、そんな感じ、うん、真面目な感じだよ。すごいタメ口使っちゃった、あーって言われた。ま、あのでそれで、予告の CD も作っていただいたので、それを後で姫様の出番が終わった時にもかけるので、それも聞いて買ってくれたらいいかなとか思います。はい、はい、空気好き、うん、どうした？着ぐるいピエロみたいな。いや、疲れました。ねえ、そうだよね。話大丈夫ですか？うん、大丈夫。すいませんね。あれ、なんで無線放送もビデオ持ってるの？あ、おしっこ。あ、でも大人にもだったらあれなんじゃないの？じゃんじゃかじゃんじゃか、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。はい。開けたまんま入ってるし。見ちゃダメ、見ちゃダメだよ。開けたまんま入ってるね、あいつ。危ない、見ちゃダメ。閉めて入れよな。ヒロラーとかだよ。見に行こうとしてるじゃないですか。ヒロラーって、シンスヒロシだけ。あと本当開けたまんま入ってるよ。いいかに。誰か。ごめんね。曲がってごめんね。じゃあ、じゃあ行くぞ。じゃあ。あ、いつだよね、いつだよ。あう、絆花という曲を聴いてください。頑張れ。いろいろあるんだ。ごめんね、みんながトイレやるね、うん、ごめんね、私変な顔する、うん、ごめんごめん、そうそうそう、嘘嘘嘘、関係ないね。入りな
どうもありがとうございました。すごい年なのかしら。年なのかな。もう48だし。そんなことでもなくて、ごめんねみんな。あ、歌詞間違えないはずなんだけどな。どうしたんだろう。ごめんね、愚痴っちゃった。それで。もう最後の曲なんですよ。あんまり姫様は無前置では用意しないことにしてるんですね。なぜなら、たくさん喋ってみんなと交流を図ろうとか思ってたんだけど、今日のみんなは交流嫌いの方たちみたいなので、やめましたらすごい時間が余ったんじゃないかっていう気がしますね。いつから始めた？あ、でもね、結構な時間よ。ごめん。嫌いになれない。ごめんね。多分でも何分までですか？押してらっしゃいますか？もうじゃあもう一曲で終わるかさ。それで転換の時に CD かけてよ。誰がしてくれ今の最後ギバちゃんのマネ。嘘、私すごいモノマネ何でもできるんですよ。え、柴田恭平関係ないね。ね、ちょっとなんだろう、薄皮だけ似てるみたいな感じやん。っていうことをね、今日は無前置らしいいっぱいしようと思ったんだけど、みんなはこういうの嫌いだみたいだからさ、ちょっとなんかがっかりしてるね。今日両思い番号引いたんだ、切符。みんな知ってる？この男臭いみんなは知ってる？両思い番号って8118みたいなもんだよ。知ってる？うん。じゃあなんかほら、だから4664とかさ、なんか、おーみたいな。うるせえ、もう帰れみんな。今さ嫌い、みんなここにいるみんな歯の悪いしさ。嘘、ごめんね。友達だから言えんだって、絶対ね、うん、みんながニコニコしないのが見たかったの。ごめんね。じゃあまあ、私のこの胸とか腕の素敵な股が見れるのでCD とか買ってくださいね。もうそこで売るけど。そこで売っていこう、姫様は。うん、じゃあ幽霊がこれから脱ぎます。まあ変態だ。絶対一人だけ反応すると思ったけどね、浜田が反応したね。うん、今日はみんなあの人のこと浜田って呼ぶべきだよ。え、お客さん来た？何言ってんの。あはい、あ、じゃあもうごめんね。じゃあ押していますので、いろいろ私たちが正常に、また時計ないのでこうやって見ちゃった。小学生だよね。はい、じゃあありがとうございました。姫様でした。 CD もいろいろ売ってるんで、買ったらみたいな感じなんですけど、うん、お金が余って、ここでお金使わないとほらみんな不況が終わんないからさ。ちょっと大人の話。そうで、私たちそれでなんか馬とか買うから公約スロー公約スロー、うん、馬。はい、そういうわけで、そんなお茶目な一人だけの姫様でした。よろしくありがとうございました。よろしくありがとうございました。じゃあ最後の少女のテーマを聞いてください。拍手を、みんな最後に割れんばかりの拍手を私たちに。さあ、すごい喉乾いたから誰かなんかちょうだい。ビール以外の人。これ何？何？あ、やった。ビール。ありがてえな、人の心ってな。さ、ごめん疲れてた。3日生まれ家族を4人。小さい頃は作業が言えなくて、今は本音が言えない。大きな怪我を3回
都電にも惹かれそうになって、みんなが眉を潜めて私を見た、被害者意識が強いのね、面倒だから遊ぶ金を見つけ、壊れるまで抵抗したが、じわじわに食い尽くし、東京タワーカッパのバッジつけて、親子で行った恥のような日も、道端で脈絡なくゲロ吐いたことも、血尿が出たことも、もう時期思い出せなくなるなんて、治った。え、何？終わり。やだよそんなの。CD で聞きなさい。あ、分かった。神様が CD を買って。買って CD。うん。もうあとは CD 買って。うん。ハプニングだよ。こういうね、消化不良を持たすのがね、あの姫様のいいライブなんじゃないかな。アンコールか。CD 見せてくれる。は？ごめん。これ可愛いだろ。後ろは？これ後ろは、はい。あ、じゃじゃじゃ。ちょっとそこね、ここ明るいからもうちょっとこっち側いい。目な目な。こっち頃いい。見して。ダメだよ、まだ君剥がしちゃ買った人。これで。しかもメガネかけてる。これ姫様顔違うんじゃないの？顔。え？顔違うんじゃないの？ポーチ見してちょっと。ちょっとこっち。顔違うと。もう一回同じみたいな。ちょっと修正してたもん。あ？もう一回やだ、あの曲やるのは私がなんか個人的に恥ずかしいから違う曲をやります。やったー。イエイ。熱いわ。知らん。じゃあ、あ、ごめん、誰？じゃあもうやめる。どうしよう。もう一曲やって。分かった。3分以内で終わるからごめんね、みんな。次の番組早いから大丈夫。嘘だよ。じゃあこれ練習してきたから、これ。ごめんね、ハプニング続けてね。本当に。みんな楽しいね。これ、楽しくないか。イェイ、イェイ、イェイ。じゃあみんな追いパックだ。はい。2番はやらなくていい。私なんかすごい格好悪い格好してるよ。脱げばいいじゃん。じゃあ1番と2番がほぼ同じ曲をやって1番だけやらせてください。
ごめんね、みんな。うん、みんな姫様好きか。やった、うん、1人この何十人いるかじる1人じゃあ地球上に何人いるっていう出てくれ出てくれあじゃあじゃあみんな温かい心だね出た足も聞いてください聞いてくださいよろしくお願いします、うん、取れたので私がごめんね踏んだからでねうんあしますその